最初はですね、こちらの豊本創設実習セミナーのテキストに従って、紹介をしていきます。で、豊本の、基礎というところでの、まあ、ご説明の狙いなんですけれども、実際の実習に入る前に、テンプレットでは、まあ、どういったシミュレーション、一連の流れはどういったものかといったものをご理解いただくという趣旨で、このプログラムをご用意しています。でその中でですね、まあ、一番の皆様が操作する可能性が高いということで、ソリッドモデラー、まあ、プリンとか言われる部分ですけれども、モデルを作成する部分の、ご紹介というのをさせていただきます。形状の構成について、モデリングの手順について、選択の方法、視点操作、こういったところのご紹介をさせていただきます。最初に解析の手順のご紹介なんですけれども、まあ、工程としてですね、1、2、3、4、5、モデルを定義して、解析条件、材料領域を定義して、メッシュを切って解析をして、結果を表示する、まあ、こういった流れになっているんですけれども、最初のモデリング3次元モデルの形状定義だったりとか、解析条件、材料定義だったり、あと境界条件の定義もそうなんですけれども、こういった条件設定というのは、今からご紹介する、ソリッドモデラープリのところで、やる操作になります。でメッシュ分割解析ソルバーの実行というのは、これはもうテンプレットの場合一緒に、実行されるような、そういった手順になっていますので、メッシュを切って解析というのも一度に流れと思っていただくといいと思います。で結果が出たら解析結果の、表示方法で表示して結果を、あれこれ評価する、まあ、そういった手順になりますので、まあ、ほとんどですね、モデルを作って、条件設定しているというところと、結果を、いろいろ評価している、まあ、この2つ の、 工程が、まあ、ほぼほぼ、まあ、9割、10割、9割、9割5、まあ、そういったところになるかなと思います。で、テンプレットの画面構成、これはソリッドモデラーの部分になっていますが、Windows のですね、一般的なアプリケーションの画面構成になります。で一番上にタイトルバーがありまして、メニュー部分があります。で3番目にガウディ投稿ウィンドウ、まあ、この部分で作図をしたり条件設定をしたりするという、そういったメインのウィンドウがあります。でその左側にプロジェクトツリー、ここにはですね、作成したモデルや属性の一覧、まあ、こういったものがツリー上に表示されますので、画面、ガウディ5項ウィンドウで操作するのと合わせて、プロジェクトツリーでもボディに、まあ、名前を付けてみたり、境界条件の内容を変えてみたり、まあ、そういったところでプロジェクトツリーというのを使います。で、その下、出力ウィンドウですね、この部分は計算の過程であったりとか、進捗ですね、計算の進捗過程といったところ、とあと計算結果の値なんかが表示されているというふうになっています。で一番下にステータスバーがあって、まあ、コマンドの説明だったり、条件、選択しているボディの情報だったりとした、ちょっとした情報が表示される、まあ、ごくごく一般的な Windows のアプリケーションの構成になっていますので、割合とつきやすい構成になっているのではないかなと思います。で、次に、まあ、最後に入っていきます。テンプレットのメニューの部分のご紹介。で一番左上にアプリケーションボタン、一番のアプリケーションボタンがあります。でこれは全体的な設定をする、あるいは、プロジェクトと呼んでいるものを作ったりとか開いたり、まあ、モデルを作ったり、まあ昔で言うと、まあ、ファイルメニューみたいなものですかね、まあ、そういったものがこのアプリケーションボタンのところに入っています。で、2番目にクイックアクセスツールバーというものがある、まあ、よく使うメニューというのは実は自分でここに追加しておくことができて、カスタマイズして使うことができる、まあ、そういったようなものです。でその下にタブがあります。でタブはガウディタブだったり表示タブだったり、まあ、グループ分けされた、コマンド、アイコンが、そこに、並べてあるというふうな構成になります。でタブの中にグループがありまして、この画像でいくと作図平面だったり基本図形だったり選択加工だったりといったグループが表示されています。
で、もう一つコンテキストタブ。これはコンテキストっていうのは文脈という意味ですので、文脈に応じて、その時々に出てくるタブというのが存在します。で、ここで書いてある、解析属性のタブっていうのは、ボディを選択した時に、ボディに名前を付けたりとか、そういったそのボディに対してできるような、コマンド部分がタブとして表示される。そういったものになりますので、必要な時しか出てこない、タブを、コンテキストタブと呼んでいます。こういったですね、メニューの構成になっております。で、こう、文字でこう、文字というか、言葉でいろいろご紹介するとですね、なんだかややこしいように感じられるかもしれないですけども、実際触っていただくと、あまり違和感なく触っていただけるのではないかなと思います。これ、ちょうど触るときにですね、慣れていただければいいと思います。続きまして、モデリングの形状の概念についてのご紹介です。で、大きく分けてですね、ボディとトポロジーという概念があります。で、これもですね、用語としてはこういうふうに定義してるんですけども、あんまりその意識してこれがボディでこれがトポロジーでっていう、用語を覚えないといけないかというと決してそんなことなくてですね、その違いだけ把握しておいていただくと、いいかなと思います。で、右下のところに、ボディとトポロジーの違いというのがありますけれども、ボディは、独立して存在できるものです。ボディに対して材料の属性や、ボディ属性の設定を行いますという、そういう実際のものですね、をボディと呼んでいます。で、一方、トポロジーというのは、そのボディを構成する、一部の、要素であるというふうなものでして、これ自体は独立して存在できません。ボディの一部なのでって書いてありますが、独立して存在できないものです。で、境界条件の設定は、トポロジーに対して行われます。ボディ全体ではなくて、一部の面を押したりとか、一部の面に、原因を与えたり、そういう形で、境界条件を設定するときにトポロジーを使います。で、これもですね、ペプテットのメニューの中では実はトポロジーっていう表現出てこなくて、面を選択とか辺を選択、そういうふうなメニューで書いてありますので、実際トポロジーという用語出てこないんですが、概念としてはボディとトポロジーという区別がありますよと、そういうふうなことになります。で、ちょっと、その違いを述べた後、ちょっと説明が前後して恐縮ですが、ボディの中には辺ボディであったり、ワイヤーボディであったり、シートボディ、ソリッドボディ、こういう点、辺、面、立体というようなボディの種類があります。で、ボディには、キッチーなボディキーというものが割り当てられていますということです。で、トポロジーはですね、右上にありますけれども、この直方体のソリッド、正立方体のソリッドボディは、面が6面、辺が12面、辺が8点のトポロジーの集合でできています。いうふうな、そういうふうな部分が集まってボディというものになっているという